一人、いとこは私のもう、剥ぎ取ってったいとこが、うん、どうだった？2年経たないうちに、いなくなった。行ってすぐ、それからもう1年ぐらいで悪性リンパ腫って言われて、首が腫れたって病院行ったら、うん、悪性リンパ腫末期って言われて、うわ、それから2年経たないうちに死にました。うわ、鳥肌立っちゃうよね。で最後もう病気一つしたことないって言ってたのに、最後の姿はそれこそ私には絶対、私とかに他の人には強がりだったんで言わなかったんですけど、親戚に聞いたら、後で亡くなった後で、腹水が溜まってお腹が妊娠したみたいに膨れて、そば一本すすえないような、どんなにその周りが祈っても何があってももう全然治らなかった。一時治った治ったって喜んでたけど、がんが抗がんまでちっちゃくなってただけで、絶対治ってないなと思ってたんですけど、案の定。それからそのいとこの父親は、そのいとこが亡くなる前に、学会じゃないんですけど、学会を嫌ってたんですけど、その父親は、やっぱりそのそういう学会の、まあそういうあれに当たっちゃったのかもしれないですけど、突然死、心臓発作。それからそのいとこのおばに当たる人が、おじに当たる人が、やっぱり心臓が悪かった、まあ悪かったらしいんですけど、屋根の上で、先生がそれほど悪い病気だって言ってなかったのに、悪い状態じゃないって医者に言われてたのに、屋根の上で作業してる時に心臓発作になっちゃって、からそのいとこの姉は頭が痛いって言って病院に入院して、そのまま植物人間になってしまって、もう5年ぐらい意識戻らない、前に死んじゃいました。でそのうちの母親を釈服した、まあ、いとこの母親ですね、私の釈服した母親は今認知症で、もう急に怒ったり、仏のなんとかって言われてた人が、そのぐらい優しかった人がもう気違いみたいに怒るっていう、プツンってきて時々ブワーって怒って、また普通に戻ったりとか。でうちの母はもう最初からソープ学がうちの母嫌いだったんですけど、私がそういう最初の若い頃そういう風だったんで、まあご本尊様は信じたっていうことで入って、だけど途中からもう学会は変だって、母の方が先に気づいてたみたい でずっとやってなかったん で残念ながら足腰がかなり悪くて、もう今杖ついてですけど、おそうなんです、93なんですけど、ボケてはいないです。喋れますし、全然すごい頭はしっかりしてるんで、もともとうちは信号なので、骨に来ちゃったね、四国は信号だから骨の病気だね、そっちだと思うので、あの人ほとんどもう私学会大嫌いなのよって言ってるんで、毎回嫌だったんだけどって、あなたがグレたからやったのよってだけど召集に入る気は今のところは全然ないのかな。言ったんですけど、実は父親が創価学会が嫌だって言って亡くなってって、創価学会がただ嫌だっただけで、一連召集と巡り合っていたらきっと父親で入れたと思うんですね、純粋な人だったんですよ。で学会知ること嫌ってたんで、新聞集でお寿司焼けちゃったんで、父の仏壇があって、父のお墓も新聞集でお墓作ってるんで、母がそこに入りたいって言って寛解、再入信を進めるんですけど、しかもこの具合が悪くて一人で寺に行けないって言って、結構調べたんですけど、私が一回帰らないと無理かな。ただその、もう本尊、ミサ本尊戻してって言って、それあったらダメだからって言って、それはもう学会が取りに来たって言って亡くなったんで、それだけはもうとしてるんですけど。じゃあ嫌嫌いしてるわけじゃないんだ、召集は。もちろんです。コーチメンバーいて、みさんも結構通ってるんですよ、僕もね、だからコーチのメンバーにね動いてもらうこともできるし、さもなければコーチにミーティングを設けて、その時僕が行って、その時にお母さんにお話するとかいう形だってあるよね。だって地元の人に面倒見てもらわないことには困るもんね、そんなしょっちゅう帰るわけじゃないから。だからそういう意味ではサポートして、で地元の方で地元のうちのメンバーか何かの形の中で、縁の中でお母さんをこう発信してもらって、発信さえしてくれれば、あとはじゃあ面倒見るよと。でその真言の墓だのなんだのはね、こんなのはもうどうにでもなっていくことだから、
現にその今真言の墓にいるっていうこと、真言の戒名がつけられてるってこと自体が、お父さんも無間地獄の苦しみを背中に引いたいてるようなもんですよ。それがお母さんに少しでも分かってもらえれば、そんな恐ろしいことはできないってことになって、法華経でしか成仏しないって書いてあるんだから、仏教のもう常識として。だし日本宗の時でね、それはまあ、あの地域柄とかいろんなことがあるからだけど、あのなんとかそこは説明させていただいて、お願いします。私が言っても身内の言うこと、そうそう、そういうもんですよ、うん、だから段取りだけつけといてもらって、はい、あのどうまあ説明してくれるかともかく、そういう人がいるよと、うん、だ話だけちょっとお母さんちょっと聞いてみないかっていう段取りをね、はい、それで行きますよ俺。完璧で、そしたらコーチのメンバーもちょうどいいや、あのミーティングできるし、いいね。で、あの今一人でいて、うん、さんの高齢でデイケアに通いながらなんで、うん、実は私もあのこっちに私はもうあの世帯所帯持ってるんで、うん、すごい心配なんですけど、一、うん、人で全部やろうとするんで、うん、こんなになってるの。あ、誰かそのやっぱりこう学会がダメなんで、嫌なんで、ありえない。ああいいよ、じゃあちょうどね面倒見のいいコーチ あの女性いますよ。いや、ちょうどいいじゃない、ね、うん、じゃあもう早速に連絡してあげて、うん、ね、あのじゃあその話させていただいて、うん、ちょっと母親と話して、うん、またあのご連絡、あのメールさせていただいてよろしいですか、うんうん、もうみんな発表してるから分かりますよね、はいはい、なんでももう、もうパンツの裏側まで出してるみたいな感じだもんね。全部大丈夫。そっか、お電話させてください。はい。電話は俺ほら、まあ、さっき言ったようにぶっけらぼうだから、あのそこは割引いて聞いてくださいよ。はい、メールします。あのその方が詳細だと。うん、まあそうだよね。うん。いやー、これはなんとかお母さんね、せっかく昔正しいお題目を唱えた方なんだから、ドラマ救ってあげたいですよね。私のさんも、ガンとして聞かないんで、うん、私はもうそこの墓に入るからって。まあまあ、僕が言ったからって聞くかどうか分かりませんよ。だけど、まあ尺幅をきっちり、はい、身内ってなかなかきっちりと尺幅ができないけど、はい、お他人様なら一通りのことはちゃんと話できるからね。はい、お願いします。はい。ぜひお願いします。ああ、よかったよ。はい、よかった。こっちもコーチ久しぶり、まだこう、間が空いちゃってるから行きたいなと思ってたとこだからね。お願いします、ぜひ、うん、もうすごくあのどうしようってずっと悩んでたんで。ああそう、あの私が帰らない限りは、私が帰ったってお寺行くかどうかもわからなかったので、うんうんうん、行こうたって行くような人頑固なんで、うんうん、なかなか。いや、そこはあの期待しないでね、あの僕らが言ったからって、いや全然違うのね。いや、そんなことない。お願いします。それは違うわよ、うん、それは決まるってもんね。やっぱりもう全然違うね。いや、そんなことないけどね。はい、そうでしたか。